今年4月、協力企業の社員が作業用のカッターなどを持ち込むのに必要な許可証の期限が切れていたことから、日付を書き換えて入稿しようとしました。別の協力企業の社員は、草刈り機を持ち込むための許可証の期限が切れていて、日付を書き換えていました。いずれも原発に入る前に警備員が気づきました。また、今年2月、危険物に指定された軽油700リットルを積んだ協力企業のタンクローリーが許可を得ずに入港していたことも分かりました。協力企業は、軽油を原発に持ち込むときに手続きが必要と認識していませんでした。東電は、協力企業などにテロ対策や物品搬入のルールを徹底するよう求めました。